ですか。はい、いいですよ。はい、じゃじゃん。えみちゃんからもらいました。じゃじゃん。ね、ポンと町なのかな、ケーマチなのかね、座右食屋キチキチ、の雪村もときです。今からこれを使ってね、ちょっとまあ、ご飯にかけて食べるっていうイメージをちょっとね、炒め場にしようかななんてね思っておりますので、まずね、そのまままず味見させてもらいます。今開けたところですよ。はい、うん、OK、 うん、うん、うん、OK です。本体の味をまず確認させていただきます。そして、まあ、バターにします。そんなにたくさん作りませんよ。よろしくお願いします。お皿用意しておいてくださいね。バター何グラムぐらいでしょうね、これね。はい、ここに卵をちょっと入れましょうね。卵をちょっと、要するに焼き飯バージョンでーす、ね。ご飯ほんのりちょっといい。これぐらいかな。はい、そして、この後ご飯いきましょう。ご飯どこに行ったの？ご飯だよ。ご飯、ご飯、ご飯。はい、ご飯くん、ちょっとここを置こうかな。だいぶと半熟で行きたかったんですけども、ちょっと固まってしまいましたね。ちょっとタイムラグが。はい、こんな感じで行きましたね。はい、ではニッコニッコニコちゃん、かわいいニコちゃん。はい、じゃあ炒めていきましょう。僕の頭の中にあるのはこの味を、どこいた、どこいた、このちりめん山椒、残暑の味を変えたくないですね。違う部分で補佐していきたいということで、ね、頭の中にあります。簡単ですね。バターと卵とこれだけなんですね。そして違うところはまた後から分かるんですが、このね分量、これがね、まあ、非常にポイントになるかなと思ってもこれはおりますけども、まあ、しっかりめでいきましょうか、ね、はい、そしてお皿ちゃん、お茶碗ないよね、お茶碗がね、違うものいきましょう。ちょっと温めただけですよ。あまり火を入れたくないんですよね。生っぽいのがいいかなと思っております。はい、ではこれに盛りましょうね。はい、では、これだけでもう OK です。ただ味見します。味見して、どこをいじるかというと、ちりめん山椒の量をいじります。量をね、もう少し入れた方がいいのか、入れたくない方がいいのか、どこ行っちゃうのね。みんななくなってる、卵の部分でまろやかになってる。うん、OK、薄い目にしてください。今また味がちょっとね考えることができたので、はい、そしてはい、これで出しません。今浮かんだのはまたこのままバターを入れましょうね。そして合うのは何かな、醤油ですよね。はい、しかもこれたまり醤油でいきましょう。たまり醤油ですね。そしてわさびでいきましょう。言わない。柚子胡椒じゃないですね。あの吸ってくださいよ。高級な和食屋さんはね、ここにちょっと腹に乗せますね。これぐらいでいきましょうね。はい、これで余熱だけでいきましょう。これで焦がし醤油です。わお、いい香りです。香りね、映るかな、香り。つらい。ね、めっちゃいい匂い。これをこうかけます。これであと海苔なんかあったら OK なんですよ。これで出来上がりです、ね、一口食べてもらいましょう。小さいスポーンでね、はい、こんな感じです。僕が味見しようか、さっきね、はい、そうか、こう来たか。山椒の部分をもうちょっと掘り込んでいいかもわかんないですね。今はしないですよ。はい、では